こんにちは、丸さんです。たこ焼きではありません。つい本屋さんとかコンビニの雑誌コーナーとかで見かけてお金出して買ってしまった雑誌がいくつかあるんですが、今回買ってしまったのがワイヤード2019ボリューム34です。はい、これ真っ白ですよね。でもここね、なんて言ったらいいの、デコボコしてるの、これがちょっと面白いです。まあ、前回のワイヤードもね買って読んだんですが、今回のワイヤードも結構ちょっとねずっしりくる感じかな。テーマというのか特集というのか、ナラティブと実装 NON1010 というのが書いてあります。まあ、ナラティブというのはいわゆる物語とか、ナレーションとかね、そういったものの語源になりますけど、ナラティブっていうことがあるんで、ナラティブの実装、実装のナラティブということで、最初にね、松島日本語版編集長の関東伝というのがありますけど、ちょっと面白いのは、面白いというか興味深いのはここにね、ちょっと待ってね、今ちょっと話題になっているというか、スウェーデンの16歳の少女、グレタ・トゥーンベリさんか、彼女のことを取り上げているんですね。どちらかというと今なんていうのかな、こう SF とか、現実社会でもそうなんですけど、未来に対してすごくこうネガティブな思いっていうのが強くなってきていて、言ってみれば SF のね、特撮の映画とかもある意味デストピアというか、廃墟のある未来とかそういったものが多いんですけど、そうじゃない未来を描き始めないと、描いてそれを実装ね、形にしていくっていうことを考えないと、本当にこの先大変な時代になっちゃうのかな。せっかくこれだけテクノロジーが発達し、人の暮らしは便利になったという一方で、結構こう破局的なイメージというのかな、そういったものが蔓延している状態です。それに対して何かこうできることはないだろうかっていうことを、この紙面全体からちょっと感じますね。まずここにあるのがバックインタイム、かつて新しかった技術が語ることです。歴史をテクノロジーの技術というのは、これは計算機の歴史かたどっていくんですが、当時最先端だったもの、今見ると確かに古臭いようにも見えるんだけども、そういうものの積み重ねの中で今僕たちはインターネットだったりとかスマートフォンだったり AI だったり、そういったものを使っている。でそういったビジョンを描いてきた人がいたからこそ、そういう形実装されてきたっていうところがをもう一度考え直そうっていうところもあります。これがスウェーデン、ストックホルムの国会議事堂の前とかね、この彼女ですね、グレタさん、トゥーンベリーさん。日本では本当にあんまり報道されないんですけど、彼女の行動っていうのをかなり大きく取り上げてますね。で、面白いって言っちゃいけない、イントレストなんで興味深いって言った方がいいんだけど、ちょっとちっちゃい字で見えないんだけど、ここにちょっと面白いセリフがあって、私が望むこのね、ごめんなさい、スウェーデンに住む16歳の、クレタ・トゥーンベリーさんが言うのは、私が望むのは安全だという気持ちでいられることですっていうことで何か書いてあるんです。もちろん安全に暮らせる、安心して暮らせるのは大前提ですよね。で、人類史上最悪の危機にあると知っていて、どうすればそんな気持ちでいられるというのでしょうっていう、特に SDGs とかに書かれているこの2030年目標なども、このままじゃダメだからちゃんと していこうよ、こういう目標を持ってちゃんと形にしていこうよっていう、それの表れなんですけど、そういう特に気象変動に関することですよね。それに対して政府が無策だということで抗議してストライキを始めた彼女なんですけど、ちょっと大きな字で書かれています。大人は子供の未来を全然
配慮していない、だったら私も遠慮なんかしませんっていう彼女のある意味決意ですね。本当ね、この彼女の行動っていうのがなかなか日本で報道されないっていう、まあちょっと不思議な、まあ、報道されたこといっぱいあるんだけどね、彼女のことだけじゃないですけどっていうのがあります。それから、仮説検証加減思想ナラティブで未来をデザインせよというのがありまして、いくつか漫画とねちょっとしたストーリーがあります。つがいのコンタ、やっぱりね、あの SF、 ある意味 SF の中でこのデストピアじゃない未来を描かないと、描いていく必要があるのかな、こういう未来にしていこうよっていう必要があるのかなってことを考えさせられます。例えば僕は、もうあと2年ほどで還暦なんですけど、マジです、あの子供の頃見たね、あの未来の日本、未来の世界とかってチューブの中を電車が走った列車が走ってたりとか、海底牧場があったりとか、ドームの中に都市があったりとか、なんかそういうのをたくさん僕たちは見てきたような気がします。今の子供たちの世代でその未来の、まあ、日本というか未来の社会がどうなっているかっていうビジョンがね、もう本当に薄れちゃってる感じがしますね。そこでそれでこそこういうある意味語らなければいけないナラティブ、特に未来に対するナラティブがあるのかなっていうことを考えます。こんな風にいろいろですね、テキストとグラフィックたくさんありますね。あのもちろんこのテキスト、ワイヤードのテキストって結構分量がもちろんあるので、これを全部読み切るってことはなかなか難しいんですけども、あの気になったところを拾い読みだけでも結構面白いです。でそういったところで仕入れたネタというのかな、情報というのか、それがある時ふっと、あそういえばあのワイヤードのあれ、あの白い表紙に書いてあったとか青い表紙に書いてあったとか、そんなことを思い出すことがあります。テクノロジーが進んできた社会で僕たちがどういう暮らしをしていこうかってしていくのかなっていう、これ面白いな。来たれスペキュラティブゾーンへっていうのがあって、なんだこれ、スペキュラティブゾーン、特区だね、あスペキュラ、スペシャルのスペキュラってことね、はい、トックってことね、ワイヤードトック宣言、なるほど、ちょっともうちょっと引用します、引用というか読みます。ワイヤードは もはや単なるメディアではない、社会に真にポジティブなイノベーションを起こすインキュベーション機能だ、分かる気がするまあ触発するんですよこれ、いろんなことを。はい、ブックガイドフォーデフェクト、失敗は実装のもと、面白いね、まあ実装なんでね、もちろん何度も失敗してやり直してで形にしていくっていうことをもう積極的に言ってるんですけど、それに向けてね、こうなんていうのかな、形にするためにこういう社会、こういう物語を作りたいからこそ、こういうチャレンジをするんだ、形を作るんだっていうのが大切だよねってのがあります。で、後ろの方なんですが、これスターウォーズの特集のようなページがあります。神話の終焉と残された希望、いよいよ今年の12月スターウォーズの何だろう、9部作っていうのかなが、終わりを迎えます。それでね、それの特集みたいな感じですね。例が出てますし、 CCDPO もいます、手が赤くない、ね、寄生人もいます、ポーもいますね、新しい生き物もいます、帝国の人もいます、言っちゃっていいのかな、ルークと R2D2 がいますね。それからアチュイと、そうだからここに、そうなんで、ここにハンソロはいないんだよっ
うん、そんなのを見ながらね、ちょっとスターウォーズという物語がこう特集として書かれ載ってますね。まあ、そんなわけで、この面白いな、終わりの終わりの方なんだけど、2030年プレイ&トレーニング、2030年遊びの再発明というのがあります。うん、これちょっと気になるな。というわけで、ファイヤーの2019年ボリューム34、ついこの間発売されたばっかりです。値段がね、まあ、前回からちょっと上がっていまして、本体価格1111円プラス税、今 8% なので1200円になります。気になったらまあこんな本パラパラと見ていただくのも面白いかもしれません。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。